Beta teman-teman, jadi ada mau beta, beta ya kayak gini beda sama beta yang lama yang kayak tadi. Oh ini punya. Takashi, 全部を一人でやろうと思わないこと。俺や仲間がいることを忘れないように。ひどい。おおひどい。おびたびほうと思った。おびたびほう。おまわりおびた。そんなに手伝わないと。あまり焦らないで。一人ずつ確実に。思った以上にやりやがる。ここは俺が了解。来る前に全部片付けるよ。了解。はい、了解。しどい。あまんこなななななな。なんだこいつ。普通の死ぬじゃねえ。ガキ風情という認識を改める必要があるんだ。あ、エニマヒロヤがしてるね。この金髪野郎はまさか。そんなはずない。了解。一気に決めようか。これでも食らえ。あぶるな。遅い。準備完了だ。殲滅完了。あ、なんだ、これちょっと、あ、やばい。大丈夫、カカシ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。
口を開けば言い訳ばかりだね。お前はいい加減にしなさい。二人とも君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ。少年たちは懸命に走っていた。Okay, the boys battle file part 1M. Sudah. Battle record-nya next. Buka dong chapter baru. Nah. Kita lihat. Benar. Ini jadi ntar bakal nyeritain Shirin tuh ketangkap, teman-teman. Shirin bakal ketangkap. Oke, kita lewat dulu langsung ke Sasuke di sini. Lalu kaki apa ya? Apa yang nggak maksudnya? Ini ya kalau nggak salah di anime itu di sini. Dan mereka ke Konoha. Tadi si Orochimaru bawa si Sasuke. Konoha. Terus pergi ke tempat perkumpulan rahasia Uchiha. Nah, di sini dia mau pakai jurus Dewa Kematian. Pakai topeng itu tuh. Lupa tuh. I know. Sini dia mau. Shikifuji. その巻物に書かれている術を使うに、この面が必要なの。これを使い、式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されている物を解放すれば。水月。準備なさい。あと15。あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすれば、トビがサスケの感触につけていた絶望、そのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼はあの4人を呼び出す生贄となってくれる。江戸天聖の術。さあ、来るよ。全てを知る者たち、先代のおかげたちが。これが初代火影、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸天聖を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸天聖の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありました。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺はウチハサスケ、
あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目イタチになぜあんなこと。もう知っているようじゃが、あんたの口から聞いておきたい。イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代ホカゲ、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は、木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。俺が死んでまで守ろうとする里とは、一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間、うん、2千両なんすね。Jangan si Maro aja tadi keringatan tangan. Jadi kayak gini, mereka berdua itu sebenarnya bisa ngelap pasien efek Edotensa yang tadi si Maro yang gue bilang tadi pas di awal. Tapi mereka gak mau. Sato ni tsuite. Padahal bisa dengan mudah. Mungkin mau hamashite yattemo yoi ga. Chito nagaku naru. Dari si Orochimaru jadi kendaliin sendiri. Iya. Dekireba sakkyu ni kono ko no kikitai koto wo hamashite agete kudasai.どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに。ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外いくつか。これはそうか。この感じ、ナルト、お前も戦っているんだな。話も後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたい。話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル、貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには、ウチハと戦術、マダラと俺についてからだな。激闘に続く激闘。マダラともはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Sekarang kayak dilanjutin nih teman-teman. Flashback lagi dong. Tuh kan Destroy Madara unable to use secret technique. Madara, omae wa tatami kakeru. Fuyo. Ima koko ni aru no wa tada kousou da.Ini sisa-sisa tenaga mereka nih teman-teman. Berada teman-teman.
とどめを刺せ。できないか。それが柱間、お前の甘さだ。くっ。俺は俺たちの、いや、俺の里を守る。何があろうとも里を守ることが何より人を忍びを子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと里にあだなす者は許さんだ。本末転倒だな。それが里の闇に。Kan benar mati ditusuk Bushima Daratu. Nah ini Shashirama tuh matinya bukan karena kebun mata apa, dia cuma kehabisan cakra, kelelahan, luka, pingsan dan mati. Ore wa kono toki kakugo wo kimeta. Di sini tuh ntar dibuat patung. Ima wo mimamoru tame ni耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。
無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ、里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄が、あんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たし初代おかげの話を聞いて、あなたの考えはどうなったかしら。やはり刃をこの葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘つき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけだ。では見せてもらおうじゃ。ウチハサスケ、あなたが起こす新しき風を。Ya, sudah selesai teman-teman. Kita lanjut A. Next, langsung kebuka yang baru. Oh, side story, another side of story. Jadi ada additional, ada dari jalur lain gitu teman-teman. Sini.Nah ini, terus ini yang nextnya. Oke, mungkin untuk main game hari ini, bukan main game. Review game hari ini, Naruto Storm 4, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita di lain waktu dan kesempatan bakal lanjutin ya teman-teman. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata saya yang salah.Alur cerita saya yang kurang jelas dan kurang tepat mungkin, ya mohon dimaklum ya.
Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.